皆様こんにちは。ミュージカルウェイトレスでドーンを演じます宮沢エマです。とですね、ドーンは、ジェナとベッキーと一緒にダイナーで働いている女の子なんですけれども、ヒストリーチャンネルをこよなく愛していて、アメリカの独立戦争の再現演劇をするのが大好きっていうすごくちょっとこう変わった趣味の持ち主でもあるんですけれども、どこかでこう素敵な人と出会って分かり合いたいなっていう気持ちを持ちながらも、その殻を破れずにいるちょっとシャイな部分もありつつ、でもなんか急に大胆になるなんか根の強さみたいなものを持っていて、オタクっぽいっていうのが合ってるのかわからないんですけども、なんかいろんなこだわりが異常にある女の子でもあるので、そのなんか生真面目さと、その生真面目さの奥にある奇抜さみたいなものがすごくギャップがあって魅力的で可愛らしい、あと友達思いの、女の子だと思います。私はこのウェイトレスという作品を実はブロードウェイで、見たことがあるんですけれども、もう本当にその時に大号泣しまして、この女性のための女性による女性によって演じられる作品っていうのは、まあ、ブロードウェイ史上の中でもなかなかないんじゃないかっていうガールズパワーにみなぎっていて、結構ドキドキするような内容も、まあ、スリリングな内容もあるんですけども、その中に女性の今のリアルだったり、一人の女性として生きる喜びとか難しさとか、母親になるっていうことのまた喜びとか難しさとか、女性ならではの悩みとか、そのガールズフレンズ、女友達同士のその和気あいあいとした瞬間だったり、お互いがお互いをこう支え合う瞬間だったりとか、なんだろう、そこにすごく今のリアルな女性像っていうのが反映されていて、その音楽の素晴らしさももちろんそうなんですけども、そのストーリーの中に、はあ、なんか女性のためのミュージカルが今ここにあるってすごく感動したあの覚えがあるので、今回はその作品に、日本版のキャストとして出演させていただけることに本当に、嬉しく思っております。ミュージカルウェイトレスという作品は、見に来ていただければ必ずこう生きる希望みたいなものを取り戻せる作品だと思っています。特に女性に向かってのこの応援歌といいますか、いつからでもやり直せるし、スタート地点っていうのは人生の中でいろんなところで起きるっていうことをすごくメッセージとして私は受け取って、今こんなご時世だからこそ勇気をとてももらえる作品だと私は思っています。なのでミュージカルウェイトレス、ぜひぜひご覧いただきたいと思っています。劇場でお待ちしています。